おはようございます。2024年9月27日食事前の体重体重を測っていきます。一昨日ちょっと辛いものを食べ過ぎて800グラム体重が増えていました。昨日は腎臓が塩分の主成分であるナトリウムを頑張って排出してくれたのか800グラム体重が戻ってました。 体液、血液が濃くなって水太りしてた分が、えー、収まったのだと思われます、えー、便通があったのも良かったんでしょうただし、あのナトリウム、腎臓がナトリウムを排泄してくれるのには24時間から48時間かかりますですので、昨日頑張って塩抜き、化学調味料抜きをした今日の体重がもっと下がってる 可能性があります。あの慢性的な高血圧というのか塩分とか化学調味料の過剰摂取になっていると、48時間塩分と化学調味料を抜いた場合、さらに体重が減っている可能性があります。ただあのー、あまりにもその塩分取らなさすぎても逆に体に悪いので。 下がりすすぎですね、えー、低下症みたいな感じになりますので適度にとっていきたいと思います、えー、この状況体重の変化が皆様の参考になれば幸いです体重54.8昨日より まだだいぶ減ってんな体重54.8体脂肪率10.6きのより 900g 減ってんのか基礎代謝1316内臓脂肪レベル2筋肉量46.4筋肉量スコアマイナス2推定骨量2.6携帯とトランクスと T シャツの分引いたら54.6か。 48時間のデトックスがすごく効いてるなやっぱり濃い味食べ過ぎてたな食後の体重は5 6 4キロで12.5%ト。 基礎代謝1329内臓脂肪レベル4筋肉量46.8筋肉量スコアマイナス2推定骨量2.6もう一度体重5 6 4 1 6キロ食べたことになんのかまあ3食やもん3品やもんなはい 明日が楽しみですあれ切れない切れない切れないなんやうわなんでや